はい、おはようございます。10時の鐘が鳴りました。坊主カフェのお時間です。はい、このお時間はですね、私、神宮寺住職金城良慶と FM ギノワンの神田玉樹で、はい、お伝えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。玉、おはようございます。おはようございます。なんかルンルンなようで。そうなんです。でもまあ帰っちゃったって聞いてちょっと落ち込んでるんですけど、ちょっと今下がり気味な。そういやいや、まあようやく心がここに戻ってきた。よかった。じゃあちゃんと仕事してもらえるから。大丈夫です、大丈夫です。よかったです。はい、どうですかね、皆さんね、この、ね、何日前ですかね、急に寒くなってね。そうですね、しましたね。週末前ぐらいかな、ね、それぐらいから。うん、すげえ寒くて、なんかね、もう北海道を張ってる人もいるらしいですね。福岡にね、いるらしいですね。いやでも大事ですよ。そうそうそう、もうちょっと、はい、足とかね冷えたら大変なので。大変ですね、本当本当。まあね、今日はなんかでも外見たらだいぶお天気がね、あのお日様高校としてるんで暖かくなるのかな。今日はそうですね。ね、皆さんお住まいのところはどうでしょうか。急なから見える空はだいぶ明るくて気持ちよさそうな感じですね。うんうん、はい、ということでね、今週も坊主カフェお伝えしていきたいと思いますが。あのですね、はい、今日ね、まあ後でつぶやきでも言いますけどね、はい、今日はなんとちょっと先週もそうだったんですけど、今週も、うん、あの個人的なお話をしていこうかと思っております。いやでも初めて、そうそう、あのこの民話も、はい、民話のお話をこれからしていくんですけれども、ね、この民話も私初めてちょっと知ったので。あ、そうなんですね、うん、ありがとうございます。楽しみにしてます。 ありがとうございます。はい、もういろいろとね、今日もあの近所両系ワールドで行ってまいりたいと思っておりますが。よろしくお願いします。はい、ではですね、この番組メッセージも募集しております。ぜひあの皆さんメールでメッセージください。アドレスは797@fmginowan.com です。はい、またあのユーストリームでも映像と音声を配信しております。FM ギノワンのホームページから、ご覧になることができますので、どうぞ、皆さんホームページの方も訪れてみてください。はい、はい、それではですね、ここで曲を1曲、はい、今週のテーマは冬ということで、うん、曲をちょっとセレクトしてみました。はい、では1曲目、私の好きなですね、曲です。冬が始まるよです。牧原紀之さんです。どうぞ。今頃始まるかみたいな。わあ、本当いい天気だね。多分外の方が暖かいでしょうね、太陽に当たって。なんか、そういえば今は気がついたけど、だいぶここなくなったね。そうそうそう。当たり前だけど、ここの建物はさ、うん、残るんだよね。まあ、柵の一応外側なので。ね、うんうん、別に、なんだろう、こっちを開発するから移転してくださいとかないんだよな。っていう話は、特に今はないですね。よかった。そんな…開局して2年足らずでちょっと移転ってなったら結構、ね、うちも近いからさ助かるけどさ、うん、いやすみません大山に移りますとか打ち止まりにとか言われたら、うん、遠いなって思うから。打ち止まりとかもう本当にこっちの下に降りちゃったらそれこそ電波がなかなか届かなくなっちゃう。あ、なるほど、そういうのもあるのか。まだそういった場合は市役所の上とかに建ててもらえるかもしれないですけど。最高だね、うん、そしたらもう喜んで移転します。役所の上いいね。めっちゃおじさんさん、みんなさん、ありがとうございます。あと今日の通行はですね、はい、あの日ぬかん、お、ね、福井もそういうのあります。ないないない、福井ないんですか。うん、福井はなんかその台所に何か拝むない、ないですね。神棚もやっぱどちらかというと仏教なので神棚があるところも少ないと思いますけど、うん、なんかわかんないけど私が大学生になった時ぐらいから、はい、じいちゃん家の今に神棚ができたんですよ。え、だって大学生の最近だよ。そうそうそうなんですけど
多分なんかひいおばあちゃん家にあったんですよね。でひいおばあちゃん家を壊すっていうので、うん、持ってきた、持ってきたんだと思うんですけど、新しくではないんだ、うん、あったものを移動した、ね、あ、昨日に戻りたい。神様があるとどっかで水の神様とかもやってるんですかね。水の神様とかその龍宮神とか、うん、まあ、それがまあ水の神様だね。要はその龍宮、うん、海のっていうのでよくセットであったりするね。姫館と龍宮神とか辰の宮とか辰のなんとかとか。沖縄でもあります。うんうん、あの古いところに行くとちょうどねここもあった。このガナハも日ぬかんと龍宮神の祠がついで同じところにあった、うん、あ、そろそろ終わりますね、うん、お坊さんのつぶやき。お坊さんのつぶやき。はい、ですね、お坊さんのつぶやきですが、先ほどねイントロでも少しお話をさせていただきましたが、はい、はい、ですね、なんとですね、うんうん、あの私はね近所家ですけれど、はい、のあのご先祖様のあのちょっと史跡巡りというのが先日ありまして、はい、この私のご先祖様は、はい、がね、あの元々うちのご先祖様の金町、金町、はい、の出身なんですよ。それで、まあそこで、まあ、出世して、まあ、最後というか首里に登って、うん、あのお侍さんになったんですけど、なったか元々お侍さんなのかな、うんうん、はい、まあ、それで、まあ、そう金出身で、まあ、この首里で侍をしていたというご先祖様がいて、うん、なんとですねこのご先祖様があの、まあ、今からだって350年ぐらい前の方なんですけれど、はい、まあ、お名前が小橋川大和さんといって、うん、でこのご先祖様が ある時にこの王府の命令で、はい、あの命を受けてこの中国の皇帝に何か手紙、うんうん、新書をこう、うん、持っていったと、うん、それで、その帰りにあの中国の皇帝からこうたくさんあの財宝とか、うん、いろんなものをいただいて、うんうん、この帰ってきたと、はいはいはい、で、帰ってきたのはいいんですけれどこの帰りの船でですね、うん、船員さんたちにこの裏切られて、あ、船員さんたちに裏切られる、そうそうそう、海賊に襲われるとかではなくてあ、そうなんだ、そうなんです、もうそのもう船をちゃんと選んでくださいよとも思うんですけれど、まあ、でそれで裏切られこの要は財宝は取られて、ああこれ絶対王様に渡さないといけなかったやつですよね。そうそうそう、きっとね。そう、それで、うちのご先祖様は、はい、あの海に投げ捨てられたと死にますね。そうそうそう、もう大変なことになったんですが、はい、なんとそのこう海の海中で、うんうんうん、ふかサメですね、サメ、うん、とあのカメ、カメ、はい、に、助けられて、このサメとふかが、うん、あ、うん、フカとカメがこのご先祖様を背中に乗せて、はい、この沖縄まで連れて帰ってきてくれたっていう、どんだけいい人だったんでしょう ね, ねすごいすごい伝説があるんで、伝説か民話がね、はいはい、ちゃんとあの金町のこの民話に残っていて、うん、そういう小橋が大和という人がいたと、うん、で、まあ、こんなこんなでこうカメとフカに助けられたと、うん、それで、まあ、その助けられてこのなんですかね、こう沖縄本島に打ち上げられたところ、はいはい、あのたどり着いたところがあの今の豊見城、はい、あの瀬長島とか、はい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 、あっちの方らしいんですよ。まあもうそのね細かいとかわかんないんですけど、はいはい、でも昔 の, あの富城は富城は、うん、あの辺瀬長島あたりからこの始まったと言われているので、まあ、あっちの方だろうと。なるほど、はい、であのそこの近くにガナハっていうこの集落があって、はいはいはい、でそこのガナハノロっていういわゆる昔 の,、うん、のノロさんわかります、ノロさん、はい、ノロさんがこのうちのご先祖様がこの海岸に打ち上げられているのを見て、うん、こう解放して、うんまあ、こう
一命を取り留めたと。なるほど。それでこのガナハと、うんうん、あの金にうちのご先祖様のこの伝説というか民話が残っていて、うん、でそれをじゃあ巡りましょうというので、うん、総勢30名ぐらいでですね、はいはい、いろいろもうこのトミグスクから、うん、首里から、うん、そしてあの金までもう半日もう1日です ね、 そうですね、朝からもう夕方まで、うん、みんなでバス乗って、うんうんうん、あっち行って、ワイワイしてこっち行ってワイワイしてやってきたんですよ、うん、これ両家さんがあの主催してやったんですか。いやこれはですね、うん、あのトミグスクの歴史、うんうん、歴史文化同好会というこの団体さんたちがいて、うんうん、その方たちがこういろいろトミグスクのこの古い歴史だとか、うんうん、そういうのをこういろいろ勉強している方たちなんですけど、うん、その方たちが今回うちのご先祖様をあの特集するっていうので、うちのムンチューも、うんうん、じゃあ一緒に行って、うん、あの皆さんで行ったんですよ。だからもう半分ぐらいの人は初めましてっていう人で、半分ぐらいの人はあの、まあ、親戚のおいさんおばさんで、そう、それでみんなで行ってね、面白かったですよ。そうですよね。いろいろびっくりしたんですけど、うん、まあ、なんとなくは聞いてたんですよ、はいはいはい、あの金城家のご先祖様がそんな、うん、ね、そんなこう亀とこう不可に助けられたという、うん、だからね、あのうちのあの門中の、はい、あのなんですかね、門、家紋がある、家紋、はいはい、家紋はサメが泳いでるんですよ、うん、なんかちょっと現代チックですねそうなんですよ、だからまあいわゆるこのね、サメに助けていただいた恩を忘れないためにと、まあ、いうので、こうサメの絵が描い、絵というかね、こう門があってとか、で今回そのガナハっていうこのね集落も初めて行ったんですけど、はい、そこにあの公園があって、はいはい、そこにあのなんとですね、亀の形をした、まあ、おトイレなんですけれどお手洗いがですね、はいはいはい、あって、はい、なんでこれ亀なんですかって、やっぱりうちのご先祖様がこの亀に助けられたっていうこの伝説がある地域なので、うん、その伝説をこう後世に伝えるためにこの亀の、はい、この置物の形を残そうっていうので、うんうんうん、そう公園に作ってくれたとかね、そうで、あとあのなんとなくは知ってたんですけど、はいはい、あの要はうちのその本家のこの金の小橋川さん、うんうんうん、小橋川家の庭にはですね、やっぱりあの亀の石って言って、あの自然の石なんですけど、多分石灰岩だと思うんですけど、はいはいはい、この石灰岩のこの大きな、もう多分もうどれぐらいですかね、私よりも全然大きい、多分2メートルぐらいは あるような大きなこの亀石っていう石をちゃんと庭に今でもこうお祭りしていて、やっぱそれもこのご先祖様がこう亀に助けていただいたので、うんうん、その亀の恩を忘れないために庭に石を置い、このね、置いてお祭りしようと言ってですね、はい、そうそう、この亀の石があったりですね、うん、そうそう、もうすごい、あ、なんとなく話は聞いてたんですけど、あ、本当にそんないろんなこのね、ちゃんと形として残っている、ね、ている、しかもね、もう一応350年、1620年とか、うん、30年とかそれぐらいの方なので、はい、もうね、古いじゃないですか、うん、もちろんね、私なんかもうその歴史なんかその家系図とかでしか知らない方がね、うんうん、本当にこの実際に石があるとかね、そうやって伝説を今でもこう大切にしている人たちがいるっていうのでね、すごいびっくりして、うん、まあ、もう嬉しくてね、うん、もう感動の、旅でした。そうですよね、面白かったです、ね、つながりをすごい感じそう、そうそうそう、うん、疑いようがないですからね、今こう自分が生きてるからこの物語はもう本当なんだって思いますよね、うん、そうそうそう思いますよ、うん、でね、またね、面白かったとか、うん、嬉しかったのが、うん、あのうちのこのご先祖様、その侍、はい、いわゆる侍ですから、はい、この首里城にお勤めしてたわけですよね、うん、で、あの、でこの時の首里城の、王様が、うん、正法王という王様なんですけど、はいはいはい、その正法王の、弟に金王子っていう、うん、あの王子様がいたんですよ、はいはい、あの昔 あの首里の正家、うんうん、王家って、うん、あの本家はいわゆる正さん、うんうん、でその弟、要は王様の弟とか、うん、でそのまたその子たちの子供とかなると、うん、みんな要はなんとか王子ってつくんですよ、はいはいはい、で、あの正法王の弟に金王子っていう王子がいて、うん、その人はその首里の人なんですけど、うんうん、あの 金朝が、うんうん、あの自分の領地なわけですよ、あ、だからよくね、よくなんか勘違いが、あの間違う人多いんですけど、うん、金王子って言うと金出身の王子様ってみんな思ってる人が多いんですけど、じゃないんですよ、そうですね、金を治めてるって、ね、そうそうそう、金に領地を持っている首里出身の王様なんだ、うん、王子様なんだなるほど、そうそうそう、うん、でその金王子が、うん、あの要はその頃って、あの薩摩に沖縄がちょうど支配された頃なんですよね、はいはいはい、うん、
1609年ぐらいに、うん、あの薩摩侵攻琉球侵攻ありましたけど、でその長長江さんっていう、うんうん、長亭さんか、長亭さんっていうこの王子様が薩摩になんかいろいろ仕事やなんやで行って、その時に、はい、あのお茶の種を、うんうんうん、お茶っ葉、茶畑のね、うん、お茶の種をこの薩摩の役人からもらって、うん、沖縄に持ってきて、でうちのご先祖様に、うん、あのお前がこれを育てるんだって言ってはい、はい、でちょうど金が、はい、あの斜面なんていうこう斜面が多くて、うんうんうん、で、水も豊富でなんとか出てお茶の栽培に適しているちょうど土地だったと。へえ。で自分の領地だし、うんうんうん、で自分のねあの領地だからやりやすいじゃないですか、うん、そうですね、でうちのそのご先祖様もその金の人ですから、うん、じゃあもう あんたがやりなさいって言って、うん、種をもらって、うん、このお茶栽培を始めたっていうので、へ、あのうちのご先祖様が、はい、なんと沖縄のお茶発祥の人だったと。すごいですね。すごいの。あ、うちのご先祖様結構すごいな、頑張ってるね。もうすごい、もうテンション上がって、 で、うん、でそのちゃんとあの今もこの、 あの金にさ、カンナダムっていうダムがある、はいはい、ありますね、うん、あそこ の、うん、あのダムのこの一角に、はい、琉球沖縄お茶発祥地って言ってちゃんと石碑が立って、そういう顕彰碑も、はいはい、ここで初めて沖縄のお茶が栽培されましたっていう石碑も残ってるんですよ、うん、で今回それも行ってきて、はいはい、あ、本当うちのご先祖様ってこうすごい、こんなね亀に助けられた話から、うんうん、沖縄のお茶をこうなんていうの、て初めて栽培した人とかね、うん、あ、すごい人だったんだね。もっとなんかアピールしようよ、うちのムンチューのみんなでさみたいな。できそうですね、なんか ね、 ね、そう、すごい嬉しかった。でね、面白かったのが、面白かったとか、この今はこのカンナは、はい、今は宜野座になってるのかな、今の宜野座村カンナになってるんです。で、あのその王府時代は金紛りのこの神奈だったらしいんですけど、要はあの市町村になるときになぜか神奈は金から宜野座に移ってしまったらしいんで、今はあの宜野座の博物館にこの資料とかがあって、それなんていうの、紙芝居があったんですよ、お茶栽培の。そうそうそう、あのこの今回ね、その宜野座の博物館も行って、はいはい、そこでじゃあ紙芝居今から、うん、あのご披露しますって言って、うん、何が始まるのかなと思ったら、うん、このお茶の始まりっていう紙芝居がですね、あって、はいはい、で それでその今の王子様、金王子がこう薩摩から種を持って帰って、うん、この金あの神奈の土地でお茶栽培を始めたとか、うんうんうん、そういうちゃんとこう、ね、伝説も民話ももう 紙芝居になってもう今でも残っていてね、うん、ですごい分かりやすくて、はい、あ、なるほどねというので、もうこんだけねあの語り継がれているから、うん、まあもうね絶対この嘘ではないだろうと、うんうね、嘘ではない、まあ、どこかは持ってるかもしれないですけど、うん、まあ少なくともね、うん、こうちゃんとしたねあの実在の人がそういった功績があったっていうので、はい、あ、すごい、なんかねほらよく芋を中国から日本に持ち込んだね、あの、うんうん、考えてきたのが野国宗観さんとかね、はいはい、有名な人いるけど、うん、もっとこうお茶を沖縄でお茶を頑張って、ねね、栽培したっていうのは、うんうん、もっとこううちのご先祖様なお世に知られてもいいんじゃんというそう、そんな ね、 ね、面白かったですよ ね、 ですね。今では金町というかその神奈はい、地域とかではお茶とか作られてるんですか。ね、ちょっと作ってるらしいんですけど、あの残念ながら、うん、そのうちのご先祖様が茶畑をしてた土地っていうのが、うんうん、今のカンナダムの底に沈んでる。あ、そうなんですね。そうらしいんですよ。あ、そうなんだ。まあ沈んでるあの一帯、余計がねこう山だから、はいはいはい、一帯でやってたらしいんですけど、はい、今もダムになってるので、それでそのダムのこの一角に、はい、そう、このここがお茶発祥の地っていうこの石碑が立っていると。なるほど。なのでもうご先祖様が開いた茶畑はもう残念ながら残ってないと。ただまあ沖縄のお茶 の、 まあこの先駆けだったっていうので、うんうんうん、そういうのは残っているというのが面白かったです ね、 そ う、 ですね、そういうとこ残しときたかったですよ ね、 ね、 ね、でもまあまあ水も大事ですからね、うん、残念は どっちもね、うん、でほらまあ今いろんなところでお茶がね、そうあるじゃないですか、まあ、やんばるとか、うん、あの石川とかいろんなところでお茶があるので、はい、まあ、きっとあ の、 もう今日、まあ、あの日からですね、うん、もう奥の人とか石川見てもね、はい、あ、うちのご先祖様のおかげなんですよこう上からですよ私もその日から
沖縄のお茶はもう俺のもんみたいな。そうなんだけど。もうすごい上から目線ですよ。で美味しくお茶いただきます。そう。もうそう、もうそのね、この視察行って帰ってきて、まず家族に今日から沖縄のお茶以外飲んだらダメじゃないかと。うちの家族は。もうね、このね、この鹿児島のお茶おいしいねとか、うん、静岡でしょとか言っちゃダメなんじゃないかと、もう沖縄で行こうって、沖縄のね、あの奥の奥緑とかですね、はい、石川のお茶とか、はい、もうそれを飲まないと、うちが率先して飲まない。いや、協力しますよ。 ありがとうございます、はい、買いに行きましょう、はい、奥まで、奥までね、でこう買うときにね、俺がこうきっとね、また上から目線でね、うん、うちのご先祖様が広めたんですよ。まあでもそれはやっぱなんかこの作ってる側も期限が分かってるっていうかね、そういうの楽しいと思うし、ね、まあ、そうね、そうね、そのストーリーがあるとね、うん、あ、そうなんだねって言ってね、こうね、生産意欲とかね、はい、なんかいろいろこうモチベーションアップにつながっていただけたらなと思います。はい、そう、そんなね、あのご先祖様がいたので、うん、はい、面白かったという話ですが、結構ほらこの、まあ、今回ね、そうです、いつも思うんですけど、はい、まあ、当たり前に人間って誰でもほらこうご先祖様というかね、前の世代前の世代がいて、うんうんうん、今につながってるじゃないですか、うん、でも当たり前ですけど、人間生まれる前のことはあの何、そういう歴史の書物とか文献からしかわからないじゃないですか、うん、ね、でもやっぱりそういうのがわかると、なんか自分のルーツも誇りに思えるし、はい、なんか自分自身が楽しくなるじゃないですか、うん、そう、それがね、また今回嬉しかったなと。そうですね、まあ、またまうちのご先祖様にそんなこう大きなね、うんうん、あの伝説というか民話が残ってるっていうのも嬉しいんですけど、はい、まあ単純に自分のご先祖様が本当にいたんだと、うん、350年前にちゃんとこのお名前もね、はい、小橋川大和さんという名前が、あ、もう残ってるというのは、うん、なんかもうそれだけでも、あ、こう自分のなんかねルーツがこう、ね、うん、嬉しくなるというか誇りに思ってね、よかったのでね、ぜひ皆さんも自分のお家のね、あの家系図とか、ね、なくてもほら、まあ今、ね、うん、少なくとも親とかおじいさんが生きてれば、うん、その人たちにあ のおじいさんに、おじいさん誰だったって聞けばね、うん、自分の4代前とかね、5代前まで遡れるじゃないですか、はい、そうするとほら5代ぐらい前だと、うん、もうあの多分江戸時代ですから。ああ、そっか。そうですよ。そうですね。そうです。だって多分だからターマの、うん、にまあおじさんがね、あ、多分おじさん本当にもう大正とか明治とか、うんうん、それぐらいの人かもしれないから、うんうん、そしたらその上ったらもう本当江戸時代の人であっても全然おかしくないから、うんうんうん、ほら、そうすると江戸時代のご先祖様っていう時点でも面白そうじゃないですか。そうですね。す、聞いとけばよかったな。え、ちょ、まだ お父さんは元気？あの、うちお父さんいないんですけど、お母さんはいて、お母さん昭和でも、あのじいちゃんばあちゃんも一応昭和なんですよね。あ、そうなんですね。あ、そこもじいちゃんが昭和なのか。そう。そうか。じゃあ、あ、じゃあでも、じゃあ明治ぐらいまで、まあ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 、いけますね。いけますよ、うん、でもひいおばあちゃんが生きてたらもっと前まで、はい、なるほどね。でもじいちゃんとかに聞いたら、うん、きっといろいろね、この江戸時代のうちのお家はこんなだったとか、またほら福井だとなんかね、沖縄とまた全然ね、そうですよね、勝手違うから、また面白いこんな伝説とかあるんじゃないですかね、まあ、とりあえず家紋の由来とかね、そういうの聞きたいですね。あ、いいですね。うちも家紋があるので。なるほど、うん、じゃあそれきっとなんか由緒正しきお話が残ってるんじゃないですか。そうですね、ぜひそのサメみたいな感じで何か結構ほらこの家紋のこう端っこのところになんかこう隠れキャラみたいなのがあるかもしれないです。確かによく見てみます。じっくり見てみてください。うん、はい、はい、ぜひ皆さんもあの家紋ですとか、はい、あのご先祖様いろいろ見てください。うん、はい、あ、イミッチャ王子さん、はい、さん、ありがとうございます。おしゃべりしたらね、どんどんコメントが来てますね。うん、あ、普天間の海老蔵さん。普天間の海老蔵さん。たま、おはようございます。おはようございます。はい、FM ギノワンのラジオ。空港のターミナルは聞こえないのに、飛行機を止めている駐機場は綺麗にラジオ聞こえますよ。あ、ターミナルは聞こえない。ていうか、イミッチャおじさんさんは今空港にいるっていうことですかね。そうですね。そうなんですね。うん、空港でまあ聞いてくれて。ありがとうございます。でもあんなとこまで届くとはなんか。結構です。あ、まあこう海伝いに行くんですか、ね。ああ、行くんですかね。ありがとうございます。素敵な。はい。あと何？イミッチャおじさんさんの、うちの前田家の本家の山田家。うん、あ、なるほど、はい、本家は山田さんなんですね、はい、はい、は初代王が農民時代最初の奥さんとの子供三男から始まったらしい。王になった時は別の女性が奥さん、いわゆる先妻の子供で肩身が狭かったはずねと。
まあね、昔こういうお話なんかいっぱいありそうですね。そうですよね。一夫多妻みたいなね、うんうんうん、ところがあったので、ねね、すごい。じゃあ世が世なら、うん、イミッチャおじさんさんは王様。そうですよすごいすごい王様、うん、もしかしてね、王様、もしかしたら王様かもしれないですね。ぜひ今から王家を設立していただけたらと思います、うん、すごいですね。あ、いいですね。やっぱこのね、あのご先祖様がね、はい、の話をこうできるっていうのは子孫も楽しいですよ、うんうんうん、はい。もうあの時代劇とかね、あの NHK の大河ドラマになってもおかしくない、ね、あれですかね、ストーリーですからね。いいですね、うん、ぜひじゃあ、前田家山田家の、うん、大河ドラマを、そうそうそう誰かにもうまず書いてもらいましょうはい、ありがとうございます。ぜひ他にも皆さん、あの自分のご先祖様とかね、あのルーツの何かこんなお話、あの知ってますよ、うん、あのこんなですようちはっていうのがありましたら、ぜひあのコメントいただきたいと思います。はい、はい、ここまでがお坊さんのつぶやきでした。ではここで CM ですね、はい、一つ挟みたいと思います。やっぱ肩身狭いんですかね。ねえ、まあ、奪えられだもんね。そうだね、山だけ正式な農民時代、王様が農民時代、初代王が農民時代。それみっちゃさん、ちょっとド M なんですよ。あ、そうなの。ド M をこけてもうダメさ。あ、ほら、ド M の M は前だけの M だ。ああ、前田の M ですか。前田の M か、まあ、山田のまあでもいけますね。あ、そうです。すげえ前田っていうこと。はい、通行ですね。そうです。切れちゃった。今知りたいウチナーの通行。はい、イミッチャおじさんさん、笑い、ド M 扱いでいじられてますので、ド M 王国でも気づきましょうか。あの同じような境遇の、はい、ね、方々を集めて。あ、いいですね。そうそう、なんか前妻の子供、後妻の、なるほど、ね、なるほど、三男とか。若干こう肩身が狭かったかもしれないご先祖様を持つ子孫の。すごい、すごいな。それちょっとあの隣のテーブルぐらいから見てみたいです。そうですちょっとそこに混じるとなんかちょっとなんか変な感じ。隣で、あ、こんな人たちがいるんだっていうのを、こうね、眺めてきて、そうそう、眺めるぐらいの距離感を持ちたいなと。ぜひあのそのド M 王国気づいたときは、あの隣に呼んでください。はい、よろしくお願いします。私も隣から。はい、ということで続いてはあの崇高のコーナーですが、はい、ね、あのまあ、ちょうどって言ったらあれですけど、今ほら、旧暦で言うと年末じゃないですか、はい、そうです ね、今週の日曜日でしたっけ、お正月、土曜日、土曜日、あ、土曜日か、土曜日、28日土曜日ね、あ、はいはい、旧正ですけれど、はいはい、ね、まあ、で先週の、土曜日が、うんうん、21日がね、うん、あの旧暦の、12月の24日はいはい、クリスマス、クリスマスイブ、旧クリスマスイブですけど、まあ、あまり旧クリスマスイブはない、ねね、まあ、特にはそんな言う人もいないんですけどね、うん、あのじゃなくて、はい、あの沖縄ではあのこの日あのウガンブトチ、ヒヌカンのね、神様って言うんですか、ヒヌカンがこ の、うんうん、この天の、天上に帰って、うん、で1年 の、 この報告をするというのがありますね、うん、でまた、来週の何日になるのかな、旧暦の1月の3日は31日、あ、ちょうど来週の火曜日か、はい、ですね、そう、その日があのまたこの八福士といってこの日ぬかんが、天上からまたこちらの世界に帰ってくるという、ね、な日なんですけど、はい、まあ、そ、仕事始めですね、そうそうですねということで、まあ、ちょっと日ぬかんをね、はい、あのお話ししようかなと思っておりますが、はい、はい、あのまあね、あの日ぬかんでいわゆるこの台所に、うんうんうん、ね、この祀られているこの神様ですけど、はい、まあ、沖縄の人はね、大体皆さんも日ぬかんって言われたらもう何だろう、こう頭の中に、情景がね、この台所にこう、うん、ウコウがあるとか、
何この茶碗が置いてあるとかね、うん、ポンポンポンって入れる出てくると思いますしね。ただね、よく皆さんこう誤解というかね、知らないんですけど、はいはい、絹缶っていうこの名前はこの沖縄独特ですけど、はい、京都とかですね、はい、東京にも、うん、絹缶はあるんですよ。おー、そうなんですね。そうそうそう、京都はですね、確かね、奥戸さんと言って、奥戸さん、うん、名前がね違うんですけど、要はもう やってることというか、うんうん、はもうこの考え方は一緒で、要はその火 の台所の火の神様、はいはい、っていうことで、でやっぱり奥戸さんにもこの家族の健康を願うというこの信仰があるんですよ。だから私修行時代京都に、ね、住んでたんで、京都のお寺にいたので、はい、やっぱりその京都のお寺にもこの奥戸さんを祀ってて、そうそう、それで最初分かんなくて、はいはいはい、なんかやってるなぐらいに思ってて、で何かのタイミングでその、うん、台所のおばちゃんに聞いたら、うん、これ奥戸さんだよって言って、おみたいな奥戸さんで、はい、意味を聞いたら、あ、日の勘だと思ってね、あ、そうか、京都にもあるんだとか、うん、で結構ね、他のとこどこだ、東京ですかね、東京だとかまど神って呼ばれてたり、はいはい、あとね、高人さんって呼ばれてたり、ね、うん、関西の方だと高人さんって呼ばれてたり、いろいろまあちょっと地域にはこの絹缶と同じこの考え方、うん、まあ、名前が違っても、あるんですよ。なるほど。そうそう、だからね、まあだからお寺でも、はい、神宮寺でもそうですし、うんうん、県外県内 の, お寺さんでも、うんうん、絹缶のお札を授与してて、うん、でそこには大体みんな、お寺の場合はみんなのこの高人さんって言って、はい、ああ書いてあるんですよ。はいはいはい、まあその沖縄と絹缶だけど、うん、まあその仏教のこの神様でいうと荒神様っていう神様なので、うん、その荒神さんのお札が、うん、名前が、うん、こう書いてあるとかね、そう、そういうのですし、であとまあ結構こうお寺にね、言うとちょっとお札もあるので、はい、皆さんいろいろ絹缶のこのなんですかね、お話を聞きに来たりするんですけど、うんうんうん、私は結構当たり前と思ってたんですが、はい、結構ね、もうやっぱり今こうちょっとそういう伝統とかがこう、 うまく伝わってない人も多くって、絹缶は基本白い道具を全部使うんですよ。ああ、なんかそんなイメージはありますね。お仏壇はちょっとカラフルな、うん、そうですね、青だったり、うん、なんかこの鉄だったり使うんですけど、絹缶の場合は必ず白い陶器の、まあ、必ずではないんですけど、白は必ずです。やっぱ神様なので、うんうん、白い陶器とかね、茶碗も白とかあってね、うん、そういうの白で揃えるんですけど、結構ね、なんかカラフルなものをこう持って、これいいですかねとか使って、うん、実際も使ってるとか人がいるんで、やっぱり絹缶は神様なので、はい、白が好ましいですよと、うん、やっぱりね、この神様、仏様と神様ってまあ少しちょっと違うので、うんうん、そうそう、神様は基本白、はいはいはい、で香炉、大体道具は香炉と、うん、あとはお茶碗、お茶と、うん、お茶、湯飲みです、湯飲み茶碗、お水とお酒を入れる湯飲み、うんうん、湯飲みって言ったらお湯入ってるみたいですけどとか、産くって分かります？分からないです。産く、産く、おぶっぱんって言って、ご飯を、うん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 、要は炊いたご飯をこの山盛りにして、こうまあこう手でつかめるぐらいのご飯の量をポンって、このちっちゃいの高槻みたいのがあるんですけど、それに乗せる、これ産くって言って、そう、これも絹缶にお供えしますし、であと花瓶もあるんで、花立てもあるんですけど、花は使わなくて、まあ大体茶木とか何か黒トンとか葉っぱをお供えをしますね。はいはい、黒トンはしないかな、うん、茶木とか緑っぽい 葉が多いですかね。うんうん、で、ね、ですごいね、誤解してる人が多いんですけど、絹缶、うん、はこう台所じゃないですか。うんうん、で、ほら昔、ほらっていうのも、私も知らないですけど、うん、ほら昔は男子厨房に入らずっていう、ね、ことなので、ね、うん、一応台所は、うん、女性の、うん、この場所と、うん、男の人はまあ入らんというので、やっぱ絹缶ももともとはこのそのお家のお母さん、はい、女の人のこのまあテリトリーだと、うん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 、なので絹缶を、うん、こう扱うのも基本女性と、はいはいはい、でもほら女の人って忙しいじゃないですか、うん、家事して、うん、育児して、もう一日もねやることたくさんあるから、そんな毎日絹缶に
お線香をあげるとか何をするって大変なので、うんうんうん、あの1日15日、はいはい、いわゆる月に2回に、うん、あのこのお酒をやってくださいよとか、うん、産子をやってくださいよとか月に2回、はい、でそれに対してお仏壇は、はい、要はあのこのお家のご先祖様が祀られてるじゃないですか、うんうん、なので仏壇は男の人がこのね、する、まあ、ところというか、はい、なわけですよ、うん、でお仏壇にはそのご先祖様がいて、でご先祖様っていうのは今も、まあ、変な話元人間ですから、うんうん、あのは毎日喉が渇くので、うん、毎日このうちゃとっていうのが、うん、あの本来だったんですけど、うん、だんだんほら沖縄の男の人がこう浮遊して、うん、あの堕落してあまりお仏壇をやらなくなって、うん、それでしょうがないそのお家のお母さん、はい、奥さんなり、うん、お母さんがもうって言ってこうお仏壇もこうなんていうんですかね、この扱うじゃないですか。うん、そうすると、まあ、忙しいから、はい、あのあっちはいいですよ。うん、あの台所はね、1日15日で、はい、でこう仏壇はでも毎日やらんといけないけど、そうですね、できんから、うん、だんだんか今はなんか仏壇も1日15日って言って、月に2回しか、うん、あのお茶あげないとか、お線香しないとか、はいはいはい、そういう人が多いんですけど、うん、あれは本当は違うんですよ。そうですよね。そうなんです。まあ私のところはもう日向もないので、1日15日どころか。あの法事の時とか年末お正月とか、ああなるほど、うん、あのそうですね、お彼岸の時とか、うん、年に 4,5 回、うん、あっかなみたいな感じですけどそうそう、本当はね、あ沖縄のお仏壇は、うん、そうよくなんか皆さん1日15日に、はい、あのちゃんとお仏壇に浮行してますよっていう人がいるんですけど、うんうん、いやいや、お仏壇は毎日ですよって言って、いや1日15日ってこの母からとかね、うん、上の人から聞いてますよって言ったら、それはあの日ぬかんですよとお仏壇は毎日だし、お仏壇はあのお家のお父さんがするんですよ本当はって、いいこと聞きましたじゃあ今日早速家に帰ってうちの旦那にあの神宮寺のお坊さんがこんな言ってたから、うん、いやいや、なんで私の名前は一般にそうだってよ、お父さんならわかるんですけどまるでそしたらね、こう私が悪者じゃないですか。いや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 、ね、でもね、お坊さんが言ってるって言ったら、まあ一応説得力としてはね、こうあるのかなと思うんですけどね。そう、そんなんでね、よくね、こう皆さんこうお仏壇と、はい、この日ぬかんとね、1日15日とか皆さん今日聞いてる方多いんですけどね、うん、いやいや仏壇は毎日ですよ。うん、で日ぬかんは、1日15日し、でその男の人と女の人で役割分担があるんですよとかね、うん、結構皆さんこういうのあのもう知らない人が多いのでね、ぜひ皆さん、お家のお父さんをあの大切にするという意味でも、うん、お父さんがねこうそういう活躍をすればね、うん、お父さんが自然と大切になるじゃないですか。お父さんが使えないからもうダメだじゃなくて、ね、お父さんにまずはお仏壇をしっかりと、うん、あの担ってもらって、だからうちのお父さんは大事なのよという、こうね、風にしていただければと、はい、お父さん応援の今日はうちのあの崇高なコーナーですが、はいはい、あまたいみっちょおじさんさんから、ね、我が家も屋敷うがんしてますよ、もちろんひぬかんも、あ、うん、さすがです、さすが王様神はね大事にしてます、はい、我が家では台所に立つのは嫁よりも俺が多いそうなんですねなるほど、あじゃあ結構家事をするそうですね、いみっちょおじさん、うん、いいですね、我が家の仏壇は毎日水とお茶を変えます、あすごい、これも完全にみっちょおじさんがひぬかも仏壇もやってますね、やってる感じですね、あすごいすごいなあ、こういう男の人がいると嬉しいですね、そうですね、本当にね、あの寺にいるとですね、なんかこううちの旦那はこうなんですって言って、ね、みんな奥さん言う人多いんですよ、うんうん、いやそんなね、まあ、言う前にやらしたらいいんですよとかね、うち私は結構そういう風なタイプなので、はい、あのできないからやらせないじゃなくて、やらしたらできますよっていうなんかちょっと ね、うん、かんあのタイプなのでね、うん、でもこういうねあのたくさんやってる人は実はいますよって、なんか世の中のお父さんみんなダメみたいな言う人が結構いるから、いやそんなことないですまあそういう人もいるけど、うん、じゃない人もたくさんいるから、僕も世の中のお父さんですよって、ね、そうそうそう、なります私も毎日お仏壇にお線香をあげて、はい、手合わせてますよ、ね、はい、大丈夫です皆さん、あの、うん、ぜひ今日からお父さんにお仏壇を任せてみてくださいまた来た、いみっちょおじさん、実はそうやらされてるの
やらされているんですね。いやでもやらされててもできる人とね、そうそうそう、できない人といますから、うん、やっぱできるみちおじさんさんはいい、素晴らしいですよ、うん、ぜひあのこれからもあのじゃあね、あのあれ作りましょう、じゃあこれも団体作りましょう、そうですね、ちゃんと仏壇は、うん、お父さんがやる組合みたいなぜひ、あの、いみっちゃおじさんさんに会長になってもらって、ね、頑張ってもらいましょう。はい、はい。ということで、本日のね、崇高のお話は、ひぬかんについてでございました。うん、はい、はい、ぜひ皆さんね、あの、うちのぬかんのお話とか、あの、いや、実は、うちはね、ひぬかんは旦那がやって、仏壇は嫁がやってますとか、そういう、ね、お話も聞かせてください。うん、はい、はい、ということでした。はい、ではですね、ここでまた曲を1曲、紹介したいと思います。はい、次はですね、レミオロマンで、粉雪です。そういうなんかやり方も教えてほしいですね。ああ、そうだね。じゃあちょっと来週ひぬかんパート2で、うん、そういう時もお寺さんなんですか。うん、うん、ひぬかんは本来その家から家だから、うん、新しく家を建てるさ、うん、そしたらそこのお家の、あの、おと旦那さんの実家から、はい、実家のひぬかんから灰をもらって、あ、まあ、全部じゃないかな、うん、この少しあの新しく買った灰を入れて、まあ、ほんとスプーン 2,3 杯だけ分けてもらって、うん、新しく、まあ、要は分けてもらう、うん、ってで仕立てる途中のやつ。旦那さんのお家の方になかったらどうしてるんですか。そうなんですよ、それが困るんですよ、うん、そしたらあのもうさらにその上、その実家のさらに本家とか、なんかこの親類、まあ、基本は本家、まあ、直系を探したそしてもう大変じゃない、ちゃんとこう繋がってればいいけど、親戚付き合いがあればいいけど、もうね、途切れてたらこう追えないさ、もうそしたらしょうがない、奥さんの側とか、もう新規でっていう人もいる、そういう場合は。やっぱり基本ひぬかんはそのこのつながりを大事にするから、あんまりゼロから始めるっていうのはうち俺は進めない。新規で始めるってなったらよくわかんないことになっちゃうんですね。できるだけ路線この上に上にもう探していってくださいねというけど、なんかね、やっぱ沖縄はもうね、戦争でいろんなものがこの壊れてたり、この分断されているから、そこがすごい難しい。そっか、戦争の時に多分なくなってますよね、ひぬかんとかもね、うん、そこからまた作り直してとか、うん、まあ、その自分たちのこの元々住んでた、うん、この屋敷のところを探して、はあ、もう少しでも灰が残ってないかとか。へー、たまにいるあの元あった屋敷の石を持ってきましたとか、うん、あ、石とかでもいいですか。あ、そう、本来はね、石だったんや、ひぬかんって、今みたいに香炉じゃなくて。あ、そうなんですか。ただ、うん、ただとか石を3つポンポンポンって、うん、これがひぬかんだと。要はあのほらかまどってさ、はい、この昔は火たくさん、うん、で薪で火を焚いて、その上で鍋を置くでしょ、うん、で鍋を置くときに石とかでさ、あ、足作るさ、はい、あれがひぬかんの原型。そうなんですね。へえ。いわゆるなんて今だったらあのガス台にさ、うん、このあれがあるさこれ鍋とか置くなんだっけ出てない、あれが、はい、あれほぼ3つ足が3つとか、うん、あれが本当ひぬかん。へえ。だからひぬかんは古い本当にところに行くと、うん、石が3つ置いてあるよ、この大きな右岸所とか行くと、ひぬかん神とかひぬかんがなしとか石が3つ置いてあるわけ。これなんでかねえったら、それがもともとのこのスタートだから。で、いつからかわかんないけど、この香炉を置くとか花を立てるとか、そういうふうに、まあ、進化をして変化をしていってる。
なんで変わったんでしょうね。そうそうそう、ね、まあやっぱり仏教とかの影響も強いと思う。お線香を炊くためには香炉がないとダメとか。本当だ。急に寒く感じる。そうですね。いやいや、終わり。あ、今日はですね、はい、あのお寺さんは首里の観音堂を紹介します。なぜならこの観音堂がさっきのうちのご先祖様のお茶を もらったっていう王子様の、あのお兄さんが建てたお寺の遠いような近いような CM めっちゃいましたね、はい、結構時間がないな、もう4分。本当だ、観音堂早押しや。弓道をやりたくなりません。なんで？あの京都とか観音堂でやってないですか？観音堂で。あ、そうなん？え？あ、違うか、三十三間堂？三十三間堂。違う、三十三間堂だ。弓道をやりたくて、私ずっと昔から。ああ、いいね、かっこいいよね。かっこいいですよね。弓道やってる男の人ずるいわっていう話をゆきさんとよくやってるんですよ。なんで？かっこいい。かっこいいですか。姿勢めっちゃいいし。あ、本当だよね。うん、10秒前です。はい。めっちゃおじさんさん、本当はどうやかな。4、3、2、1。一度は行ってみたい神社仏閣。はい、一応行ってみたい神社仏閣ですが、ちょっとその前にみっちゃおじさんさんがまたコメントありがとうございます、はい、俺がド M なのは王様の本妻の家族からいろいろいじられてたであろうご先祖様からの遺伝子かな。急に出てきましたね、遺伝子ね。もうド M なのはもう、うん、もう DNA なわけだ。DNA、 もう何百年前からのしょうがないんだよ。すごい究極ですよ。もう本当ね、もう生まれ持ったド M なわけですね。そうですね。でもなんか開花したって言ってましたけどね、話によると、うん、じゃあもともとこの DNA 眠ってたんですね。そう眠ってた。 おめでとうございます。脈々とご先祖様の DNA が開花したということで、よかったです。受け継がれてますからね、はい、じゃあぜひそれは後世に伝えていってください。ありがとうございます。はい、ね、今日の、一度行ってみたい神社仏閣ですが、うん、はい、今日はですね、首里の観音堂、観音堂、はい、をご紹介したいと思います。はい、はい、まずですね、この首里の観音堂さんなんですけど、はい、実は正式名称は慈眼院と言います。慈眼院。そうなんですよ、はい、慈眼院で通称観音堂、はい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 、と言われてて、まあ、お寺は臨済宗というね、うん、円覚寺とか天海寺、天王寺からこうつながる、うんうん、臨済宗妙心寺派というお寺さんですね、はいはいはい、宗派で、うん、本尊さんは千手千眼観世音菩薩って言って、手がいっぱい、あーシュ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 、ありがとうございます。さっき出た三十三間堂とか、はいはいはい、ね、そうですね、千手観音ですけど、はい、で千手、まあ、千手観音ってよく言いますけど、うん、正式にあれですね、千手千眼観世音菩薩って言って長いんですけど、要は ね千の手と千の目、はい、目、目ん玉、はいはい、みん玉、はい、の、うん、観音様という意味なんですよ、うんうん、はい、そうで、そうか、顔もいっぱいありましたっけ。そうそうなんです。で、このお寺は、1617年ですね、うん、まあ、本当に今から400年ぐらい前ですね、うんうん、に建てられた、うん、お寺さんで、はい、であると、はい、でですね、もともとこの観音堂のこの敷地にですね、うん、万歳霊っていう碑があるんですよ、うんうん、まあ、今も確か博物館かどっかにあるんですけど、はい、この万歳霊という碑はですね、はい、ね、なんだっけな、あ、この、土地というこの場所が、うん、名称であって、この王様の万歳を唱えていたっていうところから、この万歳霊という名前がついたと
王様の万歳この万歳王様万歳って言うと王様をこう称えようと。ああなるほど。王様は万歳しないでしょ。はい、っていうこの日が、しかもねこの石碑自体は、うん、1400何年っていう古いので、はいはい、あのもうだからその観音堂はもともとこの万歳霊というこの1497年なので、はいはい、もう100年120年ぐらい前の石碑がここにあって、うん、でその120年後ぐらいにこのお寺を建てるということになったらしいので、要はもともとその御滝というか、うんうん、特別な場所だったと。そこにあの後にお寺を建てることになったというところなんですよ。うーんでね、またあのこのお寺を建てられた経緯なんですけど、はいはい、いわゆるこ の, あのさっきも出てきた1609年、はい、この薩摩が琉球に侵攻してきて、あの王様ですね、その時は少年王という王様ですけれど、はい、少年王があの人質としてあの鹿児島から江戸にあの連れてかれちゃうんですね。それで、まあ、王様は帰ってきたんですけど、うんうんうん、今度はじゃあ次の人質をっていうので、うん、この親方上方摩文仁上方とか、うんうんうん、こうどんどんこの沖縄のこの琉球のこの、 この役人さん、はい、上級の役人さんがどんどん人質として送られ、変わって変わって、どんどんこの連れてかれるわけですよ。それで、1616年にですね、うん、今度はあの正法という、王様のお孫さんですね、第5代の正元王の、はいはい、孫にあたる佐敷王子正法さんが今度人質としてやっぱり薩摩に連れてかれたんですよ。うんうんうん、でこの正法さんの、お父さん、はい、正久さんという方がいるんですけれど、はい、この人がですねあの誓いを立てて、うんうん、あのもしこのうち私の息子、うんうん、正法が無事にあの帰国することができたら、うん、この、 あの万歳霊の土地に観音大師堂を構えて、うん、この崇敬しますという誓いを立てたんです。要はこの息子がね、まあ、無事にちゃんと沖縄に帰ってきたら、うん、ここにその観音様のお堂を建てますと、うん、そしてその観音様をずっと拝みますというこの誓いを立てて、そしたら誰に誓いを立てたんですか？この要は観音様に。ああなるほどなるほど。そうそうそう、だから観音様にお祈りをして、そうそうそう、無事に返してくださいっていう。そうそう、まあそうですね、はい、そうなんです。そしたらあのなんとこの10年のこの予定、うんうん、この10年この人質という予定だったのが、うんうん、あのこの正法さんが、うん、あの琉球のこの摂政、うん、あの要はこの王様を助ける役職ですね、はいはい、にあの任命されて、うんうん、もうすぐ帰ってくることができたんですよ。へえ、10年の予定が、うん、多分半年とかですかね、おで帰ってこられることになったんで、はい、まあもうそれで正法さんが、うんうんまあ、この父親が立てた願いを、うん、がもう本当にこう叶ったので、うん、そのお礼にこの1617年ですね、うんうんうん、この万歳霊の土地にこの慈眼院とこの観音堂を建立したということでこう始まるんですけど、なんとですねこの観音堂を建てた正法さんというのが、あのさっきねつぶやきで出てきたあのお茶の種を持って帰ってきたというこの金王子のお兄さん、なるほど、兄弟なんですよ。そうそう、金王子のお兄さん、そうなんですか、うん、うちのご先祖様は、はい、その本当王様のこの正法王 の, この弟さんとつながってて、うんうん、だから本当にまあ言ったら次元院もね、うん、うちの知り合いですよ。そうですね、まあ、もちろん 、うん、今の住職さんもちろんよく存じてますけど、うん、もうそんな350年ぐらい前からの実は、はい、うん、神宮寺と次元院さんはこうお付き合いがあったと、うん、あ、なるほど。いうことですよ、はいはい、でね、残念ながらあのこの廃藩置県で沖縄がこの琉球に、うんうん、なって、どうにかあの観音堂は、と次元院と、残って、あ、そうですね、そう琉球処分、その廃藩置県の時に、はいはい、次元院は残念ながらあのな潰れてしまった、倒壊してしまったんです。それで観音堂だけが残っていたんですね、うんうん、でもどうにかあの観音堂さんが慈眼院さんも復興させて、今はどうにか観音堂と慈眼院と2つの名前を残しているということでね。なるほど。そうで、あの有名なね、この琉華にですね、はい、旅の旅立ち観音堂、うん、千手観音伏見拝みてぃって言って、要はこのお前旅をするときはまず観音堂にお参りをするっていう琉華があって、それであのもう今でもこの交通安全のお寺、旅の航海のお寺といえば観音堂と、へ、有名なこういうこの旅のお寺、旅の 旅立ちのお寺というのですごい有名なんです。わ、そうなんですね。そうなんです。ちょっと行こうかな。ぜひ行ってください、うん、はい、
ね、これからいろんな旅がありますからね。そうですよね。ぜひ、はい、観音堂さんいいですよ、行ってみてください、はい、ね、ぜひ皆様も、首里の観音堂、うんうん、正式には次元院と言いますけれど、はい、そこ行ってみてください。あ、ちなみにね、合唱犬のコナン君もいますよ。コナン君そう、そこのねワンちゃんがですね、うん、あの合唱うとうとするんですよ。へー、そう、コナン君ね、うん、すごい人気者ですからまあ、いる人いない日があるんです。あの、結構撮影とかでどっかいる、行くらしい。そうなんです。彼ね、どっか、ホリプロかどっかに所属してる。うん、そうなんですよ。忙しいワンちゃんなんで、まあ、いたらですね、はいはい、私行ったらいつも吠えられるんですけど、何でもいつも俺に吠えるんだ、と思いながら。まあ、そんなワンちゃんもいるので、行ってみてください。はい。はい、ということで、今日は、首里の観音堂を、ご紹介させていただきました。はい。はい、ね、皆さん、今週もこんな感じで、お寺な一週間を過ごしていただければと思いますが、はい、いかがでしたでしょうかね。はい。ということで、もうあっという間の。そうです。もうあと10秒です。ですね。はい。じゃあ、皆さん、ぜひ、ご先祖様の由来をいろいろ調べて、はい、来週私まで送ってください。はい、よろしくお願いします。じゃあ今週も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週。はい、すごい、お疲れ様です。普天間のエビちゃんに